どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はオーバーロード4期見ていきたいと思います。いやー、ついに始まりますね。3期の最後ではアインズール豪運魔導国を建国すると宣言したところで終わってますね。3期の最後でリエスティーゼ王国っていうところからエランテルというところを徴収したわけなんですけれども、まあ、そこを拠点としてこれから表舞台にこうどんどん顔を出してね、活動していくっていうことになると思うので、どういった展開になるのかすごく楽しみですね。ということで、もう早速ですね、見ていきましょうか。それでは、カウントダウンの後スタートです。はい、おえ何あ、アルベドかベッドに誘ってもらえないから一回もうん、魔導国ね。そこだよね、やっぱね、4期は。うん、アルベド好きいいよね。もうキャラクターが本当魅力的すぎるから。早速もうアインズウルゴーン魔導国で、アインズは何をしているの？本読んでるうつ伏せで。うん、優しい。何読んでたの？うん、あ、かわいいメイドさんたち。うん、いやー、いいんじゃない光ってる、緑の光ってる。うわー、なにこれなにこれ。お、結局それ着ていくのね。そのままでいるのね。わあ。魔導国建国の最初だからね、やっぱいろいろ考えながらやってんだろうね。うん、でも、真面目。優秀な部下がいるから大丈夫じゃない？うん。なるほど。法律。うん。うん。いい方に解釈してくれてるよ
アルベドがいつにも増して可愛いね。おう、そうですよ。可愛い。ちょっと。あんまりね。あ、帰ってった。あ、アルベダいるのね。うん。子供たち。うん。へえ。うん。個人。うん、その二人、誰だったっけ、その二人って。アルベドの顔もずるいよ。ユニフォーム？ユニフォーム。欲しいんだね、ユニフォーム。アインズ様は。お。さあ、久々です。来ました。この二人はもう激カワだから。うん。あら、あはは。こんなに甘えっ子だったっけ？おわ。これアルベドはもうやってもらいたい。こんな甘えっ子だったっけか、アウラって。あ、マーレもね。マーレもしてほしいんだ。マーレも。アルベドは。大人だから。かわいい。おう。うわ、いいの？あれ、優しいね。来るの？ちょっとリアルじゃない？アルベドが来たら。あれ？来た。うん。何？サキュバスだからね。ちょっとなんかアルベドの作画が今回何？なんだろうね。言われちゃいましたよ。
確かに。独占欲？うん。ポカン。え？ユニフォーム？何？なんだろう。出た。うん。そうなの？ほう。うん。なるほどね。そりゃ問題だ。うん。デミウルゴス？ほう。パンドラズアクターに？パンドラズアクターに？ユニフォーム？うん。ユニフォームはもう流れたのかな。あ。あ男の子。ブクブク茶釜さんの意思が継がれてますな。うんうん、なんだ、なんか聞こえる聞こえる。いた。ハムスケ。殿。仲いいもん。同じ個体なの？やってたね、これ、3期の時。隣にいたけど、あれ、そいつなの？本持つ子。あはは、出た。もう癖が強いから隣に来た。顔。うん。
面白い。戻りたいんだね。出なかった。泣いている。変な風に受け取られてないよね。真面そうだね。向かう先ですよ。なんてくれなんだよ。普通にピョンっていけないんだね、メイドさんは。すごい静かなんだよね、確か。怖がってんだ。そうだね。冒険者組合あるんだ、ここにも。組合長、どういう人でしょうか。これ組合長。アインザック。あ、そうなんだ。すごい素直だね。
なかなか難しいです。世界を狭める。うん。ああ、なるほどね。ああ、それをこの人に任せるのか。冒険者たちにね。はい。そうですね。真の冒険者ほう、アインザックさん、この人なんかかっこいい。普通のやっぱ人間とは違うわ。うん、思考の41。はあ。この子なんかすごい見とれるね。アインズさんに。うん。はあ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 。はあ。うん。みんなで意思を継いで。やるんだ。アインズ様がって、終わっちゃったよ。早い、めちゃくちゃ早い。もう後半はなんかもう聞き入っちゃってましたけれども。まあ、後半の部分は冒険者組合をその魔導国の傘下として、その冒険者と呼ばれる人たちに、他の種族、アジンたちと交流を図ってもらって、魔導国の輪をどんどん広げていって、もう支配していくっていうような内容だったと思うんですけれども、ちょっと一回じゃね、覚えきれないところでしたね。いやー、でもめちゃくちゃ面白いですね。もう前半はめっちゃ笑わせてもらいましたけれども、2話以降がね、どういったお話になっていくのかっていうところが非常に楽しみ。もうつかみ、1話のつかみとしては最高だったと思います。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとかこの動画に対する感想ありましたらぜひコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。